宮谷510ある神社主祭神は、五国宝城を願う最高神である、という家大神である。式内社丹波郡の、七、真内神社と否定される。旧社格は孫社。その他の祭神は、以下の通り。この神社の創建年代等については不詳であるが、社殿の造営にまつわる胸札が、複数枚残り。 古い胸札の写しに二軒者の小宮が1051年に消失、1053年増流とある。1289年にも二軒舎で増流されており、1491年、1705年にも増流された記録がある。1705年の最高胸札には、ひじまないふとし神宮五社と記名され、 峰山町あざはしきの炎上寺の真の王院昇進が、仙宮同士を務め、大工は同調のみならず、豊岡からも職人が呼ばれた。1826年の胸札では、ひぬままな、茨ばらとゆけ大神かみぐと記名され、表記の変遷が伺われる。1922年の胸札では、笹草いし立てと記されている。平安時代に制定された、演技式にも記載された、 式内者と否定され、伊勢神宮の下空の主催人、豊家姫大臣はこの神社の分霊を祀ったものとされ、元伊勢とも称される。21世紀に現存する社殿は、伊勢神宮と同じく神明づくりである。伊勢神宮の下空には、豊家大宮が祀られているが、元々はここから移転したものだという説があり、伊勢下空の本寺ともみなされる。神社由緒では、 という家信仰の起源は当神社であると主張する。一説によると、下空な内空のアマテラス大臣よりも上位の神とされている。ひ沼真まな神社という名称については、京丹後詞に伝わる丹後七姫の一人である、羽衣天女と関係性があると思われる諸説が残されている。一般に丹後地方における羽衣伝承の発端とされる七三の真内は、 磯砂山の女池とみなされるが、磯砂山から谷を隔ててそびえる旧字岳を七三と見る説もあり、日沼真なため神社は、この旧字岳の山麓に鎮座する。このため土地のものは旧字岳を、真内山あるいは、真内科学などと呼びしたしむ。旧字岳は、元は、九石学と呼ばれ、旧字の地名は、九石。旧字が、旧字、朽木となり、 九時、九時と変化した可能性も指摘されている。口木の合名は、和名類受賞の江戸時代の写本に見られる。この、九時の地名について、神社由緒によれば、太古より、豊家大庭が、稲作や養蚕など、種々の農業技術を始めた尊い土地であるので、九時日の里と呼ばれていたが、演技年間の民部令によって、日の一字を削除して、九時の里となり、 江戸時代になって訓読し、被殺儀と呼ばれるようになった都市、というけ発祥の地であることを主張する。なお、式内市、マ内神社は、磯砂山に鎮座し、やはり羽衣天女の伝承を受け継ぐ富士社神社であると、する説もあり、論争を招いたが、21世紀初頭においては、一般に当社を式内社と見る方が定説となっている。 七村という近隣の地名に対して当社に、沼という字が当てられているのは、誤りではないかという指摘もあるが、これは誤りではないと考えられている。九字村は綺麗の櫛を取り、諸国部内の郷里の名は二字を併用し必ず、かなを取れという当時の、民部式の指図通り、九字の縁起の良い二字を選んでその字音に当てはめたと、される。 それが後になって九字と訓読みにされたと言われる。ところが、神社名は綺麗を三時の字音を用いて、九字費とし、九字費、マナイの、その、日を取って、日まないとし、さらにマナイの音を奏で、まなためと書き、人、まなためを接続するのを沼に書いたものであるとされている。ノーと発音したのは、古代の特徴とされる。 本殿は、神明づり。1884年の胸札によれば、三軒三尺に二軒二尺と、あるが、現存する本殿は一軒舎であり、1922年造流と、見られる。拝殿と、加護しを備え、拝殿は、本殿よりも古く、分世期の造営とも考えられている。本殿を囲う大屋も、また神明造りである。境内社に、稲荷神社と、 サタ神社があり、いずれも由緒は不明であるが、稲荷神社は、丘の御玉の命を祭り、サタ神社は、猿田彦命を祭る。末社に、無角でお結びの命を祭る秋葉社と、祖霊社がある。1799坪の境内の大部分が、明治期には、関遊地であった。という家大臣を称える栗田博専分の、 聖徳碑が1900年に境内に建てられており、主人天皇の時代に、豊家大宮が人間の姿のまま当社に鎮座し、その当時の宮は旧寺岳の麓の大宮屋敷にあったが、後の戦乱の際により奥まった現在地に潜座したと、記す。当社の、笹林は雨の渦めの御事による岩戸の小鹿であると伝わる。峰山郷土市場臨戦書店。 1964年316ページ。ありがとうございます。